ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。金融、IT、化粧品、日本のリーディングカンパニーがひしめくこの町に、仕事を終えた一人のビジネスマンが歩いていた。思いのほか残業が長引いちゃった。そうだよ、今日もあのお店で再生エネルギーの話を聞くんだったよ。走れば間に合うかな。彼は路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。いらっしゃいませ。ああ、スナちゃん、待ってましたよ。マスター、こんばんは。早速ですけど、例のお客さん、 J キャスト執行役員の蜷川さと子さんと、みんな電力代表取締役の大石英二さん、まだお越しになってないですね。はい、まだです。スナちゃん、間に合いましたね。よかった。大石さんのみんな電力って、電気を使う人が発電する企業だったり個人を選ぶ、生産者の顔が見える電気を売っている、素晴らしいアイディアだなと思いましたね。あ、オーダーまだでしたね。コーヒーホットでお願いします。はい、お待たせしました。ふう、うまい。あ、コーヒーといえば去年マスター。すなちゃん、ごめん、ちょうど二人がお見えになりましたよ。だからまた後で。いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。というわけで、今週もですね、常連さんには J キャスト執行役員の蜷川さと子さん、そしてお客様には先週に引き続き、みんな電力の代表取締役大石英二さんにお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで、あの先週ね、あの浜カフェでかなり突っ込んだ議論したんですけど、蜷川さんどうですか。先週、あの、まあ、ずっと長い間大石さんのことを応援されてるっていうことなんですけど、改めて大石さんのこのみんな電力の事業のことをご覧になって、どういう印象をお持ちになりました。こうやって選べるっていうことは素晴らしいし、でさらにね、その選んだものをこう支える方法がある、うん、でもなんかあの話も面白かったです。それこそ入山先生おっしゃった広瀬すず電機とかね、はい、それは考えたことなかったから、うんうん、確かにそういう新しいビジネスもできますよね、うん、そういう時代も来るかもっていうね。例えば私たちの顔の見える電力のラインナップで言いますと、うん、あの小林武さんが作る、あのミスチルのプロデューサーの小林武さん、発電事業やってらっしゃって、それ僕ら電気仕入れて、小林武史発電、はい、NPO として、ほらもう広瀬すずも近いぞ小林武史さんやってんだろ、まあ、これちょっとお笑い話ですけども、はい、あと愛とか平和をちょっと歌うあのフェスがあって、コンサートが、はいはいはい、まあ、エネルギーのことのテーマだったんですけど、ところで歌ってらっしゃる某ミュージシャンさん、自分たちがこの演奏してる電気どこから来てるかご存知ですかっていうことを聞いてみたんですよ。なるほど、はい、そしたら知らないっていう。知らないでしょうね、そりゃ。そう、でも知らないって、みんなに再生エネルギー使おうよって言っても、ただ自分が演奏してるであの音楽の電気すらわからないんだったら、確かに伝えようがなくないですかっていうことで、だからだったらあなたも発電するべきですと。でそのミュージシャン発電として、ファンの人にその電気を僕らが価値化して売りますから、でやると多くの人がそれで再生エネルギーに関心を持つから、全部再生可能エネルギーで。そうですよね、うん、すごいな。だから僕らのお客さんでいうと、例えばそういう話をしてたら共感してくれて、あのアシッドマンさんとかブラフマンさんとか人とよさんとか伊藤聖子さんとか、ああいう人たちはもうどんどん再生、そうだよねということで再生可能エネルギーに切り替えたり、じゃあなんか次はどうやってやろうかみたいなことを、こう割とこうシンパシーを感じてくれる人たちも結構いるんですよね。いや、それはすごくいいですよね。ちなみに、あのさっきもなんかその先週も小田原のみかん畑の発電ですとか、うん、青森県にある横浜という町の発電ですとか、うん、まあ、いろんな面白い例をあのご紹介いただいたんですけど、うん、あのせっかくなんで、例えば僕とかすなちゃんに、うんうん、
この辺あんたたち買ってみたらっておすすめの発電とかあります？そうですね、やっぱり長野県、長野県、長野県さんって実はものすごい再生エネルギーをいっぱい持ってて、で、まあ、首都圏との関わりも深いんだけど意外とみんな知らないですよね。でも例えば世田谷の保育園とかは長野県の高遠っていう桜の名所の発電所をの電気を指定して使ってくれてて、へ、今世田谷区の区営保育園 の, には必ずポスター貼ってあって、この区営保育園は長野県の水力発電所、高遠水力発電所の電気で賄われてますっていうポスター貼ってあるんです。それはなんでその世田谷の幼稚園は長野県の高遠を選んだんですか？まあ、地域間で連携してやっぱ世田谷区で電気を作ることってできないじゃないですか、うん、どうせだったらそのシンパシーのある連携都市をどんどん増やしていこうということで世田谷区さんがその地域間連携というのをすごい広げてらっしゃるんですよ。うん、だからエネルギーも食も、これ都会では物は作れないので地域と連携して支え合っていこうというのを進めてらっしゃって、それでその長野県の電気を使ってて、で今度長野県のキャラクターが世田谷区の区営保育園をこうアルクマくんが来たよということで、アルクマくんですか、アルクマくんってゆるキャラがいるんですね。ゆるキャラがいて、また世田谷の区民の皆さんが高遠の水力発電所にバスツアーで行くとか、そしてそれに関連することで、うん、みんな電力さんが行っていることに顔の見える発電ツアーっていうのがあるっていうふうに伺ったんですが、これは何なんでしょうか？バスツアーは僕ら定期的に4回ぐらい、それもみんな電力の特典みたいなもんなんですけど、無償でその発電事業者さんのとこ連れていくっていうツアーをやってます。バス貸し切って、はい、でまあ現地に行ってみるとやっぱりその生産者の思いで、どんな思いで電気のこの発電事業やってるかということもいろいろ知ることができるので、まあ一気にその共感性が高まるというか発電事業者と、そうするとそこにのなんか産品を買って、大体そういう発電やってるところって地域が多いのでその近くの産品とか必ずあるんですよ。めっちゃ面白いわ、はい、先週のね浜カフェで、うん、実はそのブランドを実は大石さんみんな電力さんで作ってるんじゃないかってちょっと僕の方で言わせていただいたんですけど、はい、つまり実はそのブランド化の鍵になってるのが、ちょっとまた学者っぽい話で申し訳ないんですけど、意外とその現場に行って、うん、まさにそこでストーリーを感じるっていうことだっていうのは、うんうん、まあよく言われてるというか僕自身もそうだなと思ってまして、一番わかりやすいのがワインツーリズムなんですよね。あれなんでワインツーリズムやるかっていうと、であそこに行ってこのワインはこのブドウから作られてるんですよみたいな、建造エステートとかいうとこ行くと、でそこのワインを飲むともう忘れないんですよね。全く同じことを大石さんが電気でやってたっていう、電気ですでにやっていた、人類史上初の電気ツーリズムですワインツーリズムじゃなくて電気ツーリズムっていう、そういうことですよね。電気ツーリズム、それいただきましたね。いただきました実際やってらっしゃいましたやってらっしゃったけど、言葉がついたって、で、まあ、今回もコロナになって、はい、ツアー行けなくなっちゃったんですよ、はいはい、予定してたやつが。じゃあバーチャル発電所ツアーしようということで、今だからズームでやってます。なるほど。だから生産者出てきて、はい、でそっちの方が今までだバス1台しか行けなかったのが今度何百人と参加できるようになるんで、なるほど。だからその人たちがこう生産者がその電気 の, その関心のある人に、思いを伝えるわけです。なるほど、ね、すごく面白かったのが、先ほどこう発電所に応援できる仕組みって先週お話したと思うんですけども、はい、発電所の方を電気を使っている方が、好きな発電所を応援できます。で応援すると100円が生産者に行く仕組みだ、はい、ふるさと納税みたいになってるんです、うんうん、そうするとバーチャル発電所ツアーやると今まで応援してくれてた人が例えば20人だったとしてもそこは突然300人とかなったりするので結構な収入増になるんですよ。実は特に小規模事業者さんとか小規模発電やってらっしゃる方はこういうバーチャル発電所ツアーすることで収入も増えるし、その共感性も高まるしっていうことでいうと、まあ、これはコロナになって初めて僕らも発見したことでしたね。うん、なるほど、面白い。二永さんいかがですか？面白いですね。コロナになって全然違う事業ですけれど、はい、例えばライブとかもね、うん、できなくなったじゃないですか、うんはいはい、でライブもリアルとインターネットと両方でお客を入れてるんですね。でもちろん人気のあるなしはあるんだけれど、うん、やっぱりこの席の数より多くのお客を入れられるので、はい、席の数は決まってるけれど桁が違うお客が集まるところもやっぱり増えている、うん、ただどうしてもねインターネットだとその、ね、応援金はうまくできるけれど、うん、今多分インターネットのそういうものの問題点はこう投げ銭とかねいろいろしても、はい、ちゃんとその全てが、まあ法律上かな、なんかの問題で全てが届けられないんですよね。そうなんですか。最大3割ぐらいしか入らない。投げ銭ってそんなもんなんしか届かないんですね。少ないって言いますよね。
だからあまり儲からない程度しかやってる人に届かないようになってるんですよ。僕たちそのブロックチェーンの技術を持ってるのが強みなので。もうブロックチェーンが実装されてるんですか。はい、世界初で商用化してるんですよね。それあの実はちょうど蜷川さんがおっしゃった時に僕も言おうと思ってて、実はブロックチェーンが入ると、ブロックチェーンの技術が入るとそういうあのすみません追跡できるんで、うん、あのマネーロンダリングの問題ってなくなるんですよ、うん、だからそうすれば多分その3割しか儲からないっていうのも解消されるなって思ってたら、うん、それが実はもうみんなの電力には入っとると。はい、でブロックチェーンであの世界で初めて一応商用化してどんだけ先を行く男です。すげえなあの例えば丸井さんの新宿本店がこの30分ごとにどこの発電所にいくら払ったのかっていうのがもう全部365日。それって公開されてるんですか。使っていただいてるお客様にはあのもちろんご覧いただいてるんですけども、まあ、今後はだからそれを個人の皆さんにもぜひ使ってもらいたいと思ってるんで、今法人向けにサービスしてますけども、めっちゃ使いたい。はい、浜松町イノベーションカルチャーカフェ。あのもうすでにだいぶテーマには入ってしまっているんですが、ちょっと改めて、この、今日の浜カフェのテーマが再生エネルギーの今後ということなんですけど、改めて大石さん、今後 の, その電力が目指すものということで、まあ、大石さんがやってることがきっと目指すものですよね。そのブロックチェーン技術みたいなのを入れて、いろんな人が透明化した中で好きな電力を使うっていう、やっぱりそういうことを考えられてるっていう。そうですよね、はい、だからやっぱり特にあの気候変動、今年の夏はやっぱり初めて危機感を持たれたと思うんですよ、はい、聞かれてる皆様も、はい、今日聞かれてる皆さんも暑くてもうこの先どうなるか。じゃあもう気候変動がやっぱりすごく深刻なので、これがやっぱり一番効果が上がるのが再生可能エネルギーの利用なんですね。で特に家庭に関して言うと、例えばペットボトルとかガソリン車使うとかいろいろ CO2 出すんですけども、はい、実は一番 CO2 出してるのって電気なんですよ。うーん、家庭から出る全 CO2 のうち半分が電気由来なんですよ。だからそこの半分の、出してる CO2 を私たちが、全部再生可能エネルギーに選択したら、再生エネルギー 100% の電力会社を選んでいただいたら CO2 削減できるので、それを国民の皆さんというか、まずその CO2 削減の自分の電気がこれだけ CO2 出してるんだよっていうのを意識を持ってもらいたくて、でまあ確かにポートフォリオなので電気って今後の話すると、まあ、エネルギーミックスに関して言うと 100% 再エネっていうのはそれはそれでリスクがあるんですけども、極力再エネ比率を高めること自体はすごくあの大事なことで、人類に求められてることですよね。だって地球の気候が気温が上がってるわけですからね。だから今後に関してはもう増えていくことは間違いない。でも一番大事なのは国民の皆さんが関心を持ってそのニーズを作り出して、再生エネルギーはこんだけみんな求めてるんだよと言えば言うほど、再生可能エネルギーの普及が、生産者がどんどん勇気づけられて増えていくので。蜷川さんいかがですか、今までの話聞いて。いろいろすごいいい話なんですけれど、これ聞きたくて、はい、大体いいものって高いじゃないですか、なんかやっぱりこう余裕のある人しかできないよね、みたいなところが多いんですけれど、実際どうなんですか。あのみんな電力に関して言うと、あのご存じない方も結構やっぱりいらっしゃるのは、なんでかっていうと広告費を使っていないっていうのと、まあ、基本的には大手の企業も口コミでほとんど広がってるんですよ。あと他の新電力って基本代理店に売ってもらってるんですよ。代理店だったりそういうケースが多いので、そこで結構費用が高くなってるんです、ぜひみんな電力のサイトで自分の家の電気代を入力してもらって見積もりできるようになってますから、やっていただくと、ご家庭ですと多分1万2000円ぐらい月使ってらっしゃる方だったら、みんな電力の方が安くなります。でも全然高くないんです。みんな高いって思って、まあ、僕たちもその、あの価格競争に入っちゃうと、もう泥沼の価格競争なんて誰も幸せにならないと思ってるんで、価格競争は参入しないって決めてるんですけど、実際やってもらったら安いです、でも我々が結局本当に共感してるところに、その余分に高い価格で払うのは問題ないわけですもんね。問題ないですね、はい、だからあの、まあ、半分冗談ですけど、綾瀬はるか電気が出て、共感したら高いの払ってもいいかもしれないけど、例えば日本中いろんな人が発電したら、当然なかなかこう目につかないような、あの事業者さんとか個人もいて、でもそういうところにちょっと共感したら、そこはきっと金額も安いから、そこに安いお金でもあなたのところ共感したから、あなたから買いますよってことができるってことですよね。できるってことですね、はい、
それはいいですよね。こう 無理をしなきゃいけないわけじゃないっていうのはいいですよね、うんうん、やっぱあとはハードルになってるのは停電するんじゃないかとか、あそれは僕もそういうイメージがあります、はい、係の人来るんじゃないかとか、はい、なんか解約手続き大変なんじゃないかとか、はい、そういうのあるんですけど、もう5分で終わりますから、うん、停電とかは一切共通の送電線を使ってますから、そうですよね、どこの電力会社も。だから停電するときは一斉にどの電力会社もその地域は停電します。なるほどね。すなちゃんなんかあります？いや本当にもう今僕帰る気満々で、ね、自分に言ってたんですか、ね、我々来週もうね、もう俺たちみんな電気使ってるからね、大石、ね、さんありがとうございましたって言った後多分スマホでポチポチやってんじゃないかなと思いながら聞いてましたけど、いやすごいですね。いやなんか、うん、いいことづくめですよね、うん、逆にまあそうですね、まさにすなちゃんおっしゃったように、いや蜷川さんがおっしゃったように、うん、いいとこづくめに聞こえるんですけど、うん、これからの課題って何ですか？課題はやっぱり今ちょっと一つ、まあ、業界全体の課題でもあるんですけども、はい、そう再エネプランっていうのって乱立してきてるんです。だからそのエシカルとかサステナブルとか、うんはい、一個ファッションのキーワードになってきてるんですよ、まあそうですね、エシカル倫理的なとかね、倫理的な、はい、だからどちらかというとそれがファッションになってきてるんで、うん、そういうのにまたこう目をつけたいろんな事業者がやっぱりいて、僕たちも再生エネルギーですよって売ってる会社結構出てきてるんですよ。なるほど、乱立しちゃってるから、うん、ちょっと別にそういう会社業者が別にみんなが悪い思いでやってるわけではないんですけど、うん、ちょっとこうみんな電力の思いが、うん、埋もれてるところもあるかもしれないっていう、僕らの真似する人もいますし、うん、でもすごく大事なことは、例えばですねそれって、今って日本の制度も若干そこには課題もあって、はい、石炭の電気に環境価値と呼ばれる、まあ、別に取引されている CO2 を削減する、なんて言うでしょう、証書みたいなのがあって、はい、石炭の電気に証書をセットすると、これで再生エネルギーですよと言っていいっていうルールになってるんです。石炭の、ね、石炭の皆さんの電気代は石炭の発電所に行くんですよ。でもそういう制度になってるから、うん、でもよく考えてもらいたいのが、それ再エネって売ってるけど皆さんの電気代が石炭火力に行くってなんか気持ち悪くないですかと、うん、再生エネルギー使ってると自分は思ってるのに、うん、だからそのよく皆さんの電気代が最後どこに行くのかっていうのをちゃんと見てもらいたいんですよ。どの発電所にお金が行くのかと、ね、だからまあみんな電力使っていただいたらそれすごい喜んでいただいて、超明細っていう月の利用量の明細が出てくるんですけど、どこの発電所の維持にいくら払われてるのかっていうのが1円単位でびっしり出てくるんで、自分の電気代がどこにいくら払われたのかっていうのが、でみんな電力が利益いくら取ってるのかっていうのも全部出てくるんで、そこまで、はい、すごい、あ全部は見えるんですね。全部出てきます。まさにあのこの前ねハマカフェに来ていただいた、はい、あのほらコードフォージャパンの方が、はいはい、あの関さんですねが来ていただいた時に、あのラディカルトランスペアレンシーっていう話をしたじゃないですか、うん、究極の透明化っていう、うん、あのこれ台湾の IT 担当大臣のオードリー・タンさんがおっしゃってることなんですけど、うんうん、まさにそれですよね、うん、全部オープンにするっていう、なるほどなるほど、もう世の中の最先端のことをすでにやられてたってことですよね、ね、それを思いついたのが2008年ですからね、うん、ちょっと本当にねこれからまさにますます、ね、みんなの電力発展すること、いや今日は先週今週と私とすなちゃんはねもうみんな電力絶対明日買えるぞみたいなそうですね、そうですね、ちょっと自分たちで発電所を選びましょうっていう、はい、我々2人はそういう時代に入りますね。そのうち浜カフェ電力もやろうと思います。あいいんじゃないんですか。Jキャストの蜷川さんとみんな電力の大石さんのお話、いやー興味深かったですよね、うん、これからの時代は再生エネルギーがもっともっと広まっていけば、それだけ人類の大きな課題、気候変動問題もだんだん解消できるかもしれない、まあ、そのためにもこうやって民間から新しいイノベーションが起きてくることが本当に重要かもしれないですよね。あと印象的だったのが大石さんがマスターの話を聞いて、あいいですねってこうメモしてましたけど、もうそれをやってらっしゃったっていうね、ワインツーリズムみたいにもう電気ツーリズム、あそれいい言葉ですねっつって、なんか今いただきましたみたいな感じですけどもうやってるのにねっていう、そうそう、僕はただねそれを言葉にしただけなんですけど、とっくの昔にやってるっていうね、すごいですよね。もう相当先見の明があるというか、ね、不思議な方でしたね。はい、で来週はどんな方がお見えになるんですか。はい、来週はウェルビーイング領域に特化したファンド、まあ基金っていうことですね、ウェイン
WEIN と書いてウェイン挑戦者ファンド代表の溝口雄二さんに来ていただきます。あの溝口さんですか。はい、溝口さんといえば知る人ぞ知るフィンクという健康アプリやサービスを、まあ、創業して大成功させた方で、今はこの新しいファンドを作られてるんですね、うん、さらにこのウェイン挑戦者ファンドを溝口さんと共同で創業されたのが、なんと元ネスレ日本 CEO の高岡幸三さん、まあ、ビジネス界のスーパースターですよね、うん、そしてもう一人がスナちゃん、なんとサッカー元日本代表の本田圭佑さん。元ネスレの高岡さんだけでもすごいのに、あのサッカーの本田選手も。いやー、来週もこれすごい聞きたいこといっぱいあるな。僕も投資に興味ありますし。へー、すなちゃん投資に興味あるんだ。何言ってるんですか。去年マスターから特別なコーヒー豆を今なら特別価格で手に入るよって言われて、冬のボーナス全部つぎ込んで買ったじゃないですか。あれも投資ですよね。ありましたね。うわー、当たった。去年確かにすっごい適当な豆をスナちゃんにすごい高値で売りつけたの忘れてた。よくよく考えたら怪しい先物取引かもって思ってて。まずい、なんて言い訳しよう。それがこの夏にドカーンと値上がりしてかなり儲けさせてもらいましたよ。いやー、すなちゃん分かってもらえました。いや、僕はね、その今のそのすなちゃんの満面の笑顔、これが見たくておすすめしたんですよ、あの豆。いや、ほんと感謝してますよマスター。またいい話があったら教えてくださいね。じゃあ帰りますんで、お代ここに置いておきますね。ありがとうございました。いやー、今までスナちゃん騙しに騙しまくってきたけど、こんなこともあるんだな。新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。浜カフェのツイッターハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、再生エネルギーの今後、出演は常連さん、 J キャスト執行役員蜷川さと子、お客様みんな電力代表取締役大石英治、見習い店員田ヶ原恵美、浜松町で働く人、文化放送アナウンサー砂山慶太郎、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授入山昭恵でした。